ここは大橋の守備です。まだライン割ってなかったんじゃないですかね。ボールがライン割ってないうちにアルベル監督が今、いやアルベル監督にイエローカードが出ます。割ってなかったんですね。FC東京30代ラップです。こちらももちろん夏休みバージョンで